皆さん、コロナ禍でオンライン会議、リモートワーク、タブレット、スマートフォン、ゲームなどをする時間が増えて疲れ目の方が激増中です。それはもちろん目の使いすぎによる疲れ目が原因なんですが、今日はその詳しい原因と解決策について教えちゃいます。皆さん、こんにちは。ドライアイ MGD ロンブース世界第一の眼科医、有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは、コロナで疲れ目、その原因はドライアイかもです。今日もスライドを使って皆さんにご説明していきたいと思います。コロナで疲れ目の患者さんが激増中なんです。皆さんも心当たりありませんか？その大きな原因は2つあります。1つ目は瞬き不足によるドライアイ。このチャンネルで何回かご紹介してきましたね。そして2つ目はピントを合わせる筋肉、ピント調節筋、専門用語では毛様体筋と言いますが、毛様体筋が過剰に緊張してしまっていることが原因の疲れ目、この2つなんです。この2つについてその解決策をご紹介していきますが、その前になぜ瞬き不足だとドライアイになってしまうかをお話ししますね。涙は 99% のお水と 1% の油からなっていますね。瞬きするたびに涙腺から水が、マイボーム腺から油が出てきます。この瞬きは簡単にしているように見えて、ちゃんと上まぶたと下まぶたがしっかりくっつく深い瞬きをすることで初めて水と油が出てくる仕組みになってるんです。なので中途半端な浅い瞬き、上と下がくっつかない瞬きは瞬き1回とカウントされませんので注意してくださいね。また1991年の論文によると、完全な瞬きの回数は大体平均で1分間 18.4 回なんですが、パソコンやスマートフォン、モニター、タブレットなどの機器を見ている時間が長い人は1分間にたった 3.6 回しか瞬きをしない。なんとなんと瞬きの回数が6分の1になってしまっているというような論文も出ているんです。ただ瞬きの回数が多いよとおっしゃる方いらっしゃるかと思いますが、さっきも言いましたように、完全に上と下がくっつく瞬きじゃないと涙の水も油も出てこないという仕組みなので、しっかり瞬きをしないとダメなんです。スマートフォンやタブレットなどを見て、モニターを見ているお時間というのは浅い瞬きが増えていても、しっかりした瞬きの回数は減っている、そういった論文が出てきています。これをアイドラといったドライアイの複合診断機で瞬き検査、瞬きの回数と瞬きがしっかりできているかをきちんと調べられる検査機器がありますので、そちらで実際見てもらいますね。ほら、皆さん見てください。上まぶたと下まぶたしっかりくっついていない患者さんも急増中なんです。皆さんもこれで実際ご自身の目を見てみたら、本当は瞬きしているつもりでも瞬きできていないかもしれませんよ。そしてなぜしっかり完全な瞬きをしないとドライアイになってしまうかという見やすい図があるのでご紹介しますね。しっかり瞬きすると、さっき言いましたように水と油が出てきます。水と油が出てくると、目の表面に涙という綺麗なレンズが1枚乗って、そしてそのレンズを通して光、また見るべきものが網膜に届いていって、そしてよく見えるという形になるんですが、ところが瞬きが浅いと水も油も出てこない、出てきても中途半端、そうすると量が足りなければきちんとしたレンズを形成できないので、涙の表面はデコボコガタガタになっちゃうんですね。そうすると綺麗な鏡のようなつるっとしたレンズだったら光がちゃんと透過していくんですけれども、ガタガタデコボコだったらあっちこっちで乱反射しちゃって、そして正しい方向に、正しく網膜に届かない風になっちゃうと、そうすると視力が低下したり、物がピントが合わない、霞んで見えるといったような症状になっちゃうんです。なので、きっちり瞬きして、そして、完全なレンズ表面
を涙が作ってくれることがすごく大事なんです。そして一番最近のコロナ禍から出てきたインドでの論文なんで、インドはロックダウンをしてたみたいなんですけども、そこで若者20代の若者407人に対するアンケート調査の結果というのがありまして、この407人に対して1日にどれぐらいパソコンやスマートフォンゲームなどをする時間が増えているかということをアンケートで聞いてます。まずコロナになる前ですね、コロナになる前は平均1日 4.8 時間このアンケートに答えてくれた若者は画面を見ていたそうなんですが、コロナになってリモートワークやパソコン、スマートフォン、ゲームなどする時間が増え、その平均が 8.7 時間、まあ、約2倍ですね、 4.8 時間から 8.7 時間に増えたという結果が出てきています。アンケートに答えた方たちの 62.4% が不眠を訴え、さらに 56.5% はドライアイ症状がひどくなった。さらにさらになんと 93.6% が画面を見ているときにドライアイ症状を感じると答えています。ですので、瞬きをする回数が減ってドライアイになり不眠になり、そして体の不調も訴えてしまうというような方が増えているので、しっかり瞬きをするということを心がけてください。これが一つ目の原因です。そして二つ目の原因ですね、目のピントを合わせる筋肉、ある意味老眼の、メカニズムと一緒なんですけども、近くを見ている時にピントが合わないのにピントを合わせるために目の筋肉が無理をして痙攣を起こすと目が疲れちゃうのと一緒で、ずっと近くを見続けていると、若い人でもピントを合わす筋肉っていうのがずっと近くにこうギュッと力を入れなきゃいけなくて、水晶体って目の中のレンズを太くしてピントを合わせなきゃいけないので、ピントを合わせる筋肉が痙攣しちゃうんですよね。過緊張といって緊張がずっと長く続いちゃうんです。で、若い人って普通は外に出たり友達と会ったり公園に行ったり映画を見たり、まあ、遠くを見たりする時間というのがそれなりにコロナじゃなければあったはずなので、ピントを遠くに合わせている時は、水晶体、目の中のレンズが細くて、そして、リラックスしているので筋肉もリラックスできるんですけど、その時間が全て、筋肉が緊張する時間に行っちゃっているので目が疲れちゃう、そういったメカニズムになってます。なので今日の解決策、一つはまばたき運動、そして二つ目はピンとなったメガネ、もしくは休憩時間に遠くを見る、まあ、そういった解決策をご提案したいと思います。さらに定期的な休憩時間を取るということも厚生労働省がおすすめしています。で、その定期的っていうのは人によると思うんですけど、一つの目安として小学校の時の授業を思い出してください。50分授業で10分休憩でしたよね。あれって人間の集中力なんかともちゃんと調べて国が決めている法律ですので、50分ぐらい集中したら10分ぐらい休んでもらう、まあ、そういったことを繰り返す、そしてその10分の間にまばたき運動などしていただいたり、肩こりなどを解消するためにちょっと動いたり、体の運動をしていただくのもおすすめです。本日もこの動画を最後までご覧いただきどうもありがとうございます。この動画では皆様の大切な目に関する重要な知識、して得する毎日のアイケアなど、世界中からたくさんのエビデンスをかき集めて皆様のもとにお届けしたいと思っていますので、目にお悩みのある方、ドライアイで苦しまれている方はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると制作の励みになります。また本日ご覧になった動画がためになったと思われた方はグッドボタンをポチッとしていただけると大変嬉しいです。では皆さん、また別の動画でお会いしましょう。